助手のズンダモンです。助手の四国メタンです。今回はビジネスホテル代行をチェックアウトしてから小樽駅で普通列車岩見沢行きに乗車し出発、札幌駅で下車し挨拶、列車撮影を経て特急ライラック15号のグリーン車に乗車し出発、白石駅手前までの車窓をお送りします。ボスの人生初の789系0番台のグリーン車乗車です。ということで VTR スタート。おはようございます。ただいまビジネスホテル大宝をチェックアウトしてきました。でこのビジネスホテル大宝なんですが、ちょっと歩くと JR の日比谷線の跡がございます。結構いい状態で保存されてますね。ですね、ビジネスホテル大学手宮線行きたい方は宿泊の選択肢に入れてもらってもいいでしょうか。今日も一日よろしくお願いします。小樽駅に着きました。これから列車に乗っていきたいと思います。出発進行。この先に揺れますのでお気をつけください。またやむを得ず急停車することがありますので、皆さんの際は別に乗り込みます。 JR 北海道をご利用ください。ありがとうございます。函館線特急列車札幌経由岩手駅、まもなく南陽館です。出口が右側。Welcome aboard the local train bound for Langwan via Sapporo. We will be stopping at every station. The next stop is Minami Otaru. お待たせいたしました。ご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の列車は函館線普通列車岩見沢駅です。南小樽、小樽近郊、あさりの順に岩見沢で各駅に変わります。途中定点10時ちょうど、札幌10時17分、終着エベス11時7分の到着です。列車は3両編成で、この列車のトイレは先頭車両にあります。担当する車掌は途中の札幌駅まで乗務いたします。札幌駅に今来てます。もう少ししたら旅を再開させていただきたいと思います。よろしくお願いします。